皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類に関する話題や爬虫類飼育用品の自作方法を定期的に投稿しています。今日は爬虫類即売会でギラギラに赤いフトアゴヒゲトカゲをお迎えしましたので、フトアゴとの生活をスタートするため飼育環境を立ち上げて給仕をするところまで紹介します。はい、こちらが事前準備していたフトアゴの飼育環境です。当時はケージ、床材、ライト類、すべて揃えたつもりでした。まずは床材をすべて撤去します。せっかく敷いた床材を撤去する理由としては主に2点です。1つ目は給仕の際に誤飲のリスクが高いことと、2つ目は衛生的な状態を保つのが難しいことです。1つ目の誤飲のリスクについては、フトアゴの食事方法と砂系の床材の相性が最悪なことに起因します。フトアゴの主食の一つとして野菜があるのですが、この野菜は水分を含むので床に触れると床材がつきます。フトアゴがお行儀よく餌皿の上で食べてくれるはずもなく、こぼして床材まみれの野菜もそのまま食べてしまいます。また、餌が野菜ではなく乾燥した人工フードの場合でも砂系の床材はまずいです。フトアゴは獲物を舌にひっつけて口に運ぶような食べ方をします。この食べ方だとたまに的を外した時に舌に床材が付着し、そのまま口の中までダイレクトアタックしてしまいます。実際に星になった生態を解剖すると、お腹の中から大量の床材が出てきたなんて話もあるので、床材を誤飲しやすい種類の生態を飼育する際は砂系の床材を避けた方が良さそうですね。次に、2つ目の衛生的な状態を保つのが難しいという点について、フトアゴの糞は水分を含んだ緩い形状をしています。フトアゴは自分の糞を認識しないので、うんこ汁の染み込んだ床材を蹴散らして動き回りますし、糞の頻度も多いので、1週間に1回レベルで床材交換しないと衛生状態を保てない可能性があります。というわけで全部撤去して、ビニール製のフローリングシートを敷き詰めました。これで糞をするたびに拭き取るようにすることで、常に衛生的な飼育環境を保つことができます。なお、床材の色は紫外線をできるだけ反射するよう、白系がおすすめとのことですので、白にしています。次にライトの追加です。お迎え前のフトアゴケージには紫外線ライト、バスキングライト、保温球の3つを取り付けていました。今回はここにさらにフルスペクトルの LED ライトを追加します。追加理由としては、フトアゴの要求する紫外線量が多く、賢くがないと目を悪くする可能性があるからです。という店員さんからの受け売りで購入して設置しました。日中にライトをつけても悪い影響が出るわけではないとは思うので、とりあえず点灯しておきます。次に、バスキングスポットの下に設置するシェルターを作ります。普通に買ってきてもよかったのですが、イベント前から印刷を始めちゃったので、とりあえず試作品を使います。置き場所は、バスキングライトの光が半分当たるぐらいの位置です。これで、そのまま床で温まっても良いですし、もっと高い温度が欲しければ、シェルターに登って調整できます。ちょっと目を離している間に、早速使ってくれていました。登りやすいように波状にしたのは正解でしたね。ここまでで飼育環境の立ち上げが完了したので、次は給仕をしていきます。お迎えしたフトアゴはまだ大人ではないので、餌のメニューは人工フード、野菜、生き餌をほぼ毎日与えます。まずは朝ごはんとして人工フードを与えていきましょう。人工フードは2種類をブレンドします。1つ目はシックス、エキゾテラのフトアゴブレンドと、2つ目はキョウリン、光のフトアゴドライです。2種類とも乾燥したままでも食べるとのことなので、水でふやかさずにこのまま与えます。餌皿に置いてみましたが食べが悪かったので、ピンセット給仕に切り替えてみました。ピンセットイコール餌をくれると学習しているのか、すぐに寄ってきました。よく飼いならされていますね。人工フードを食べなくなるまで与えれば、朝の給仕は完了です。お昼になりました。水分補給も兼ねて野菜を与えます。与える野菜は小松菜、豆苗、人参、かぼちゃです。すでに柔らかい部分を細かく切ってストックしています。ここに、整腸作用のある腸内細菌が入ったレプラーゼとカルシウムパウダーをそこそこ振りかけて、朝に残した人工フードを細かく砕いたものもかけておきました。ほらお食べ。普段は少し待てばもしょもしょ食べ始めるのですが、今日は気分が乗らないみたいです。別日はこんな感じにもっしゃもっしゃ食べます。食育がされているからか、好き嫌いも特になさそうです。ちなみに、日中出かけててお昼に給仕するのが無理な日は、朝に人工フードと野菜をまとめて与えています。余った餌は昆虫ケースに入れておけば翌日に消えてなくなります。とってもエコですね。夕方になったら生き餌の時間です。動物性タンパク質が豊富なリュビアの S サイズを10匹与えます。生きたままケージ内に撒いても良いのですが、食いつきがいいので意識的にピンセットで給仕しました。せっかくピンセットイコール餌をくれると認識しているので、この習慣を維持したいという狙いがあります。しかし、人工フードや野菜の時と比べて、明らかに食事のテンションが高い気がしますね。基本は人工フードで飼育とのことなので、あんまり与えすぎないように注意していく必要があります。といった感じで、今回は新しく太あごをお迎えしたので、飼育環境の改良と給仕までの様子をお届けしました。私は事前にいろいろと準備してからお迎えする派で、今回も飼育環境を作ってからイベントに行きましたが、やはり実際にブリードしている人に聞いてみると、良かれと思ってたことが NG だったりして発見がありますね。なお、結構長い時間ブリーダーの方と話し込んでましたが、聞ききれずに一部保管している内容があるので、もしお迎え時にこの動画を参考にされる方がいれば、お迎えする子がどんな環境で育ったか確認を取ることをお勧めします。では、今回の動画は以上です。この動画が面白いと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。